センターバック88番の浜が入っていますが、これは前節に引き続いての起用です。そして左サイドバックに大迫が入っています。浜は普段はまあ左サイドバックなんですが、大迫が入って浜がセンターバック、そしてアンカーに菅井、その前に徳永と持ち京太、スリートップは右から救い、グラウンドは健信、前節決勝ゴールの鈴木健志郎が左です。ゴールキーパーは村山、こちらも4バックで藤谷、野村、時田、そして今日は下川が2試合ぶりに左サイドバックに先発で復帰しております。ワントップが小松、その下に菊井がいます。ゴール前シュート、後ろから打っていったポストに当たる。これはゴールキックに変わります。後ろから思い切って打ってきましたけれども、今の場面ご覧いただきましょう。跳ね返したところ、ここでしたね。松本のそのプレスのスピードというのも速くなってきていますが、ワンツーでかわしていきます。まずスルーパスが出た、シュートいく、枠は捉えられず、グラウンドは献身。今はしかし流れ良かったですね。落とす、沼津は繋いでいます。なんとか繋がった、つくい、つくい、さらに行く、シュート打っていった、決まった、ゴール、つくいのゴールが決まりました。沼津が先制、経過している前半1対0、沼津が1点をリードしました。浜から後ろへ小松が追っていきますが、武者、あ、ここは安西受けられず、松本チャンス、クロス入る、小松打つ、決まった、ゴール、同点ゴール、小松今シーズン18点目、小松連18点目。いやー、今はしかしながらやっぱり松本が前から前から行くっていうところでね、安西のところでボールを沼津が失ってしまいました。そして小松がここはもうきっちりと決めていきました。シュートはやはりこれ小松でしたね。小松が抜け出すか、安西よく回り込みました。あー、しかしなんかこれは松本シュート、いやー、ワンバウンドで抑えましたけれども、17番ブラウンの健信、よく前からボールを追っていますが、さあ沼津ボールになった、持ちが落としてシュート打った、弾いた、もう一度後ろからドリブルに入ってからパスを出してシュート決まった、ゴール、シーズン11点目、勝ち越しゴール、2対1、沼津勝ち越しゴールはエースブラウンドは献身、今シーズン11点目、57分を経過したところ沼津が勝ち越しました。クロスが入ってくる、ここはキャッチしました村山。空中戦強いのは松本なんですが、高いボール、ペギルシュート決まった、スケニー、これは大きなゴールになりました、沼津3対1。今シーズンこれがスケニーは初ゴールです。いや、見事なゴールでした。空中戦が続いているような感じですが、ここで松本に出た、さあこれは4対3、5対3のような状況にもなっています。チャンスだ、シュート打ってきた、低いボール、武者がキャッチ、
井がタッチを割りました。ここでタイムアップ、ガッツポーズが出た長山監督。連勝です。前節、3連敗の後その連敗をストップして、今日ホームに帰ってきてホームの連敗もここでストップして、チームとしては連勝。本当に攻撃力のある松本に対して3対1で勝利をしました。